はいどうも、佐久間優吾です。本日も人生に役立つ情報を配信中。共に学んでいきましょう。自分の向上させていくために教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。ということで本日のお題はジェネレーションギャップを感じるとき、こちらのお題を今から読んでいくぜ。世代の違う人と話をするとき、ジェネレーションギャップを感じることがあります。価値観が違って話題についていけない。なぜジェネレーションギャップが苦しく感じるのか。それは世代が違うため、相手と価値観が共有しにくいからです。しかし苦しく感じるの理由はそれだけではありません。世代が違うせいで価値観が合わないという言い訳は表向きの理由に過ぎない。自分の気持ちを理解してもらえない不満の裏に、本当は相手に構ってもらいたい本音があるからではないでしょうか。ジェネレーションギャップが苦しく感じるのは、相手が自分に合わせてくれないことへの不満が関係していることが多い。自分に共感してもらえないのを世代が違うせいという別の理由で自分をごまかし、納得させようとします。そこでジェネレーションギャップが苦しく感じるときは、少し考え方を変えましょう。相手の価値観に反発するのではなく、呼吸しようと考えるのです。ジェネレーションギャップを感じるのは、自分にはない考えが相手にある証拠。つまり相手の考えを素直に吸収できれば、大きく成長できるチャンスでもあります。自分が相手に合わせようとすれば、ジェネレーションギャップは辛く感じません。相手が年下でも年上でも、その世代の価値観を素直に受け入れます。この時バカにされたり恥ずかしがったりする必要はありません。恥ずかしがらず、素直に相手の価値観を受け止めれば、自然と話が弾みます。そうなのか、なるほどと思えるように、ジェネレーションギャップを自然と楽しめるようになるでしょう。相手の価値観を効率よく吸収するので、成長しやすくなる。むしろ心地よく感じるようになります。世代が離れていることを楽しめるようになります。今日の格言、ジェネレーションギャップを感じたときは、相手の価値観に反発するのではなく、吸収するようにする。なるへそね。確かにね、人それぞれだからね、考え方も感じ取り方もみんな違う。反発しないで、とりあえず一旦受け入れて、ああこういう考え方もあるのか、でも違うなって反発するにはいいんじゃないですかね。もう鼻からもう、もうこの人の話はもうダメ、パーンってもう切っちゃうような、そういう考えじゃいかんすよね。やっぱ一旦受け入れて、大きな器を持って接してあげたいと思います。はい、今日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録とコメントの方、バシバシお待ちしております。それでは今日はこの辺でドロン。